椅子？おや、新しいヌーが追加されたみたいですよ。ふわ、ああ、はいはい、それはよかったにゃんね。この地場野郎、ちょっとは興味持てよ。めんどくさいにゃ。で、なんか気になる記事はあったにゃん？ありますよ。あるに決まってるじゃないですか。なになに？緊急特集、セントピーナッツバーグのゾンビたち。え？ゾンビ？なになに？なんて書いてあるの？深夜のセントピーナッツバーグ、この街では不気味な鐘の音が鳴ると、不死身の体を持つ謎の生命体、ゾンビたちが目を覚まし、街に現れる。にゃんと、カズボーが言ってたこととそっくりにゃん。でしょ？ほら、やっぱりゾンビはいるんだよ。いやいやいや、ごくたまーにあるガセ、間違い情報ってやつですよ、きっと。じゃあその記事の続きは何て書いてあるの？いいですとも。我々ヌー取材班は危険を覚悟してゾンビたちを追跡。そして衝撃の事実を突き止めた。衝撃の事実？何それ？ゾンビたちはスーパーに集まり、なんと買い物を始めたのだ。で、はぁ？なんでゾンビたちが買い物を？確かに衝撃の事実にゃん。そのスーパーってもう死んでるマートのことだよね。そしたらこれで手がかりはつかめたよ。ゾンビはもう死んでるマートにいるんだ。それじゃあ今からスーパーに行くにゃん。うん、どうしよう。あ、マックにも教えてあげようよ。なんか興味持ってくれそうだし。あれ、でもマックってどこにいるんだろう。時計屋に行けば会えるんじゃないですか。うん、そうだね。行ってみよう。はい、スーパーなゾンビの秘密発生、クエストメニューを確認しようということでね。はい、こんにちは、カズボーです。妖怪ウォッチ3、寿司、パート26、続きをやっていきたいと思います。まず、女の子はね、前回ね、4章まで行ったんですけど、男の子がね、まだ4章に行ってなくて、まあ、女の子からのリンクでね、あと男の子が先に進めるようになったので、今回男の子編、このミステリー編ですね、これを進めていけば、おそらく4章に行けるんじゃないかなと思うので、やっていきたいと思います。はい、このままナビしますか。はい。マックにゾンビの話を伝えに行こう。矢印があるんでね。ご用田さん、なんか変わったの？ウォンテッド妖怪の情報。お、垂れ込み入った。焦げ焼きだって。妖怪の名前は焦げ焼き。肉焼きじゃないんだね。焦げたお肉は健康にいいとデマを流した罪で逃走中だ。奴のレベルは15と言われている。2016年7月30日までこの町にいるらしいぞ。さあ行くのだ、カズボー捜査官。USA の平和を守るために。ということでね、これをね、まあ捕まえるんですけど、これ次回とかでもいいでしょうね。今、レベルは12とかなので、15なんか出てきたら結構きついんじゃないですかね。はい、マックのね、マックにゾンビの話を伝えように行くの前に、なんかね、ここに旗があるのでね、これなんだろうね。ショーン、こんなところで 何してるの？うわ。なんだ、カズボーか、脅かすなよ。ごめん、何してるのか気になって。僕は別にカフェテリアを覗いてなんて。あ、そうだ、今暇？暇ならカフェテリアに寄っていかないか？え、カフェテリアに？うん、なあ、どうする？カフェテリアに寄っていこうとなぜかショーンに誘われた。別にいいけどショーンの様子がちょっとおかしいな気がするな。ああ、全部まるっとお見通し、おすすめレベル7だって、こういうのもありますね。これもやっちゃいましょうか、じゃあね。うん、行ってみたい。やった、これで入れる。え？あ、いや、それじゃあ先に中に入って待ってるからな。あ、待ってよ。これショーンのイベントですね。なんか変でしたね。うん、とりあえずカフェテリアに向かおうか。以上ね、ストーリー重視なんですけどね、これも一応ストーリーなんでね、サブストーリーみたいな感じですね、おそらく。全部まるっとお見通しは発生。クエストメニューを確認しよう。これをちょっとじゃナビしよう。一旦ね、あっちは置いといて。あれはね、ミステリークエストなので進まないと先に進めないので、まあ、ここのイベントをやってからでも全然遅くないと思いますので。じゃあ、座る場所を決めようぜ。あ、奥の方、丸テーブルがいいんじゃないか？わざわざ奥に行くの？すぐそこの席も空いてるけど。どこでもいいんだけど、ま、丸テーブルのが好きなんだ。すごく変でウィスね。丸テーブルの方に何があるんでしょうか？うん、まあ、どこでもいいし、奥の方に行ってみようか。丸テーブルだって。あら、ごきげんよう、カズボー。わ、ほんとだ。こんにちは、カズボーくん。二人も来てたんだ。ええ。ここのチーズケーキすごく美味しいもんね。ええ、俺も後で食べてみようかな。カズボー、待たせたね。やあ、イザベラ。君も来てたんだな。あはは。まさかいるとは思わなかったよ。すごく奇遇だね。奇遇すぎて怖いや。ショーンの魂胆見え見え。偶然装ってここに来たけど、私と喋りたいって魂胆ありあり。ギク。イザベラどうしちゃったの？なんか様子が変じゃない？ショーンが来たらいきなりテンションが変わったような。
これってもしかして妖怪の仕業じゃない？ですね、イザベラちゃんの周りをサーチしてみましょうか。なるほど、こういうイベントもあるみたいですね。なのでサーチ。はい、妖怪を見つけた。お、なんか、コーン、ね、キツネか。コンタンだって。はい、みんなのアイドル、コンタンだよ。どうやらこの妖怪が取り付いてたのが原因みたいですね。よし、それじゃあバトルで。やだ、妖怪を見つけた勢いでバトルに持ち込んで退治して、なんとなく解決しちゃおうってコンタン見え見え。じゃあ説得して。適当におしゃべりで説得して丸め込んじゃおうってコンタンありあり。うわぁ、全部見透かされてる。コンタンは相手のコンタン、つまり考えを見透かしてしまう妖怪のようでウィス。これはやりづらいでウィスね。考えを見透かされても恥ずかしがらず、堂々と行くしかないようでウィスよ。そんなの自分に自信がある、イケメンじゃないと無理だって。ん？イケメン？そうだ、イケメン犬に頼もう。それはいい考えでウィス。しかも、お知らせターによると、彼はちょうどバカンスをし、USA に来ているようでウィス。さらにグッドタイミングでイースト歌手にいるようです。よし、行ってみよう。なんかちょうどいい感じの妖怪に助けてもらおうってコンタン見え見え。そう言ってもらえるのも今だけだからね。イケメン犬に会いに行こう。イケメンロボ犬ならいますけどね。女の子編なんですよね、あれはね。なので、イースト化中地区行ってみましょう。はい、イースト化中地区にはね、こんな妖怪があるようです。認めんだって。お、入りましたね。倒したミトベンが近づいてきた。もう戦いたくないよ。ユウとお別れしたくないよ。友達になりますか？はい。いいですね。あ、これか。イケメン犬。ワンダホー、バカンス中の僕に何か妖怪？うん、ちょっと困ったことがあって力を貸してほしいんだ。ふむ、なるほどね。イケメン犬はレジェンド妖怪ですし、協力してくれますかね？レジェンド妖怪なんだ。いいよ、協力しよう。そんなあさりいいんですか？さすがイケメン。困っている子を放っておくなんて僕にはできないからね。ただそうだな、代わりに僕のお願いも聞いてくれるかい？お願い？ああ、USA で出会った猫の妖怪に、とあるグルメをおすすめされたんだが、デリシャスティックってお菓子がどんなものか気になっているんだよ。だからそれを一つ持ってきてくれないかな？もう死んでるマートのスーパーって売ってるらしいんだけど、僕はどこにあるかわからなくてね。うん、わかった。すぐ近くですね。もう死んでるマート。はい、来ました。おワンダホー、それがデリシャスティックだかい？どんなファンタスティックな味か、すごく楽しみだよ。さあ、プリーズ。渡す。デリシャスティックを割って渡した。これがデリシャスティックか。では早速、もぐ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 。ワンダホー、確かに、これは確かにうまい。サクサクとした軽い食感が最高に良くて、ついつい手が止まらなくなってしまうね。あの猫くんがおすすめするのも、うなずけるというものだよ。サンキュー。どういたしまして。それじゃ約束通り君の困りごとを解決しに行こうか。レジェンド妖怪たるものとして簡単にメダルを渡すわけにはいかないが、力にはなってあげられるからね。うん、お願いね。それでは、コンタンのいる小学校のカフェテリアに戻りましょう。ということでね、戻ります。いや、これは本当に偶然で、母。決してイザベルを見かけたからとか、カズボを誘ってきたとか。あ、もう言い訳してますね。はい。妖怪の力を借りて私をこの人から離れさせようって。コンタン見え見え。ちゃっちゃとこのクエストを解決しちゃおうってコンタンありあり。カツボウ君、心を強く持って。負けちゃダメでウィス。そうだ、俺には強い味方がいるんだ。頼むよ、イケメン犬。俺をイケメンにして。お安いご用さ、スーパーミラクルワンダホー。イケメンにして。ふう。かわいい小狐ちゃん、俺と少しお話ししないかい？イケメンになってんのかな？何よ、あんた急に。そんなのコンタン見え見えなんだから。母、見透かされちゃったみたいだね。でも許してほしいな。君みたいなかわいい子が目の前にいたら声をかけずにはいられないからさ。キューン。君のつぶらな瞳、実にワンダフォーだね。やだ、照れちゃう。あなたよく見たらすごくかっこいいのね。コンタン、あなたのこともっと知りたいなーってね。ダメ？イケメンになった途端に態度がガラッと変わりましたね。コンタンの、コンタン、見え見えでウィス。
違うもん、かっこいいから仲良くなりたいわけじゃないもん。コンタンの心簡単に奪えると思ったら間違いなんだから。バイバイ、可愛い小狐ちゃん。また会える日を楽しみにしているよ。ヒュー、可愛いじゃないか。わかりやすすぎでしたね。ふ、これで一件落着かな。これまだあるんですかね。うん、私何してたのかしら。大丈夫かい？よかったら飲み物を買ってこようか。あら、気が利くのね。でも大丈夫よ。ありがとう。カズボーって改めて見るとちょっといい、かっこいいかもね。なんだって？うー、ひどいよカズボー。全部まるっとお見通しバッチリ書いて。ああね、途中で解決しましたねこれね。はい、妖術超百科だって。ルーレットボーナス、これだけ回してね。次行きましょう。はい、スタミナもアルファ手に入れたとね。スーパーのゾンビミステリーに挑戦しようと行きましょう。うー、ひどいよカズボー。イザベラに気に入られるなんてなんて羨ましいんだ。なるほどね、ショーンとイザベラがね、こういう感じなんですね。なのでクエストをね、これはまだナビが出てきません。なのでこれだ。ここですね。ははは、それは面白い。実に傑作ですな。お、前なんか船から降りてきた人ですね。うふふふ、そうでしょ。それからこんにちは。あら、あなたは。ごきげんよう、またお会いしましたわね。こんにちは。おや、彼とお知り合いなのですか。ええ、この前港の近くでお会いしましたの。私はドロシー。あなたは。俺はカズボーと言います。カズボー、とっても素敵なお名前ですわね。お嬢様、そろそろお時間が。あら、サリーおば様、もうそんな時間。では私たちはこれにてごきげんよう。ごきげんよう。なんだカズボー、顔が赤いぞ。風邪か。お、いました。うわあ、マック、マック坊ちゃん、いつの間にそんなところに。だから坊ちゃんはやめろって、かっこ悪いから。ちょっとエイリアンの気配がしたから調査してたんだよ。相変わらずよくわかんないやつだにゃん。実はマックに聞いてほしいことがあるんだけど。何？夜のスーパーにゾンビが？そいつは気になる話だな。よし、今日の夜モーシンデルマートに行ってみようぜ。うん、それじゃあ一旦解散だ。夜お前の家に行くからちゃんと準備しておくんだぞ。分かった。はい、自分の家に帰ろうとね。はい、自宅までやってまいりました。じゃあ、あとは夜になるまで部屋でゆっくりしておけばいいにゃんね。うん、そうだね。おっと、いけません。一つ大事なことを忘れていました。夜の間、出かけていることがお父様とお母様にバレないよう。これなんか前ありましたよね。こちらにバクを呼んでおかないといけませんね。バク？ハクじゃないんだね。あ、どうしました？カズボー君、ポカーンとしちゃって。もうやだな、バクのこと忘れちゃったんですか？夜の間、カズボー君の代わりにベッドで寝ておいてもらうよう。いつもバクを妖怪ウォッチで呼び出していたじゃないですか。で、ああ、まずいよ、バク呼べないじゃん。だって妖怪メダルが。そういえばそうにゃん、こっちに来るときウィスパーがバクの妖怪メダルごと妖怪辞典をなくしちゃってるにゃん。ギク、そんなこともありましたね。どうしよう、バクが呼べないんじゃお母さんに怒られちゃうよ。でしたら私のフレンドにおすすめなメリケン妖怪がいますよ。引きこもり、おすすめなメリケン妖怪って。では早速ご紹介します。コロン、なんだこれ。ネコロンブス。むむむ、この妖怪は、はい、思い出しました。こいつはネコロンブス。新大陸を発見するべく大航海に出たかの有名なコロンブスのようにゴロゴロ寝転ぶのに理想的な新大陸を求めて旅をしている妖怪でウィス。おや、ここのベッドとっても気持ちよさそうだコロン。
もしかしたら長年探し求めてきた新大陸をついに発見したかもだころん。ふふふ、それは良かったです。ヒコモリ、どうしてネコロンブスがおすすめなの？ネコロンブスさんは寝転ぶことが何よりもお好きなお方です。きっと寝転ぶためならどんなことでもされるだろうと思いまして、例えば寝転ぶために人間の姿になったりだとか。あ、そういうことか。よし、それじゃあ。ねえ、ネコロンブス、君にお願いがあるんだけど。なんだコロン？夜の間だけ俺の代わりにここで寝ていてくれないかな。え、それ本当だコロン。寝転んじゃってもいいコロン？うん、そうしてもらえると俺もすっごい助かるんだ。もちろんそうさせてもらうコロン。じゃあ俺に友達契約するコロン。お、いいね。ネコロンブス。ネコロンブス。ありがとう。ありがとう、ネコロンブス。お、これで夜の間も自由に外に出かけられますね。パーティーも入れ替えたいですよね。にゃ、引きこもりの人脈すごいにゃんね。いえいえ、とんでもございません。それでは夜になるまで待つとしますか。はい、夜になるまで自分の部屋で休もうとね。夜まで寝る。あ、マックが来た合図だ。ではね、コロンブス、よろしくお願いしますよ。任せるコロン。くう、このベッドのふかふか感、ついに発見、新大陸だコロン。やったにゃんね。カズボウ、これで夜に出かけても大丈夫にゃん。うん、それじゃあマックも呼んでることだし、そろそろ行こっか。ええ、深夜のセントピーナッツパーク探検と参りましょう。ということでね、行ってみましょう。真夜中のモーシンデルマートに向かおう。ということでね、そこまで、イベントがなければね、そのまま行きたいと思います。よし、来たな。うん、マックは親とか大丈夫だった？うん、ああ、うちは平気さ。そんなことよりよ、早くモーシンデルマートに行こうぜ。うん。はい、では向かいます。はい、向かってる途中ね、足手まといという妖怪がいました。ホテルの路地裏みたいなとこ見つけましたね。うん、あんたが好きやわ、あんたの足にまとわりついてええやろ。はい、友達になりますかということでね。足手まとい。お、虹色ゼリーミーズ。ここは、ホテルの抜き道は、ここにありましたね。なんかいろいろありますね、やっぱりね。ここ。あの、時計屋の右上の方から入れますね。反対側からも行けるんでしょうかね、これね。まあ、隠しですよね、一種の。ね、妖怪とかもいっぱいいます。なので、ここでもね、いろいろ捕まえられると思います。ね、一通りだけ回ってね、まあ、妖怪はカットしますけどね。サポートライフ7月号。あとはこれは、ここ、あ、降りれた降りれた。一つ星のコインのかけら。なんかいろいろいますね、これね。お、これなんだ。お、また入りましたね。倒した丸ナゲットだって、今のね。友達になるか、君が決めてよってわけで、あとヨロピクだって。なのでね、あと、あ、ここにもありましたからね。はい、身代わり人形2個だって。まあ、車の下も調べられますね。あ、今いる妖怪ですね、これね、普通にね。なので、もう先進みたいと思います。これおそらく左から出れるんじゃないでしょうか。時計屋のね、一角ですね。はい、スーパーまでやってまいりました。夜ですね。中入ってみましょう。
さあ、いよいよ夜の盲信デルマートにご到着だ。ねえ、マック、どうやって中に入るの？入り口のドアは鍵がかかっているはず。だからまずは。あれ、ドアが開いてるみたいですけど。最初から鍵がかかってなかったってこと？こいつは逆に怪しいな。ウルルル、どうします？今日のところは帰っちゃいますか？バカ言うなよ。せっかくここまで来たんだ。こうなったら中に入るしかないだろ。カズボウ、俺たちも行くにゃん。よし、それじゃ行こう。ということで行っちゃいましょう。何かいますね。てんてんてん、ピーラビット。これ妖怪じゃないだろうな。違うよね。うわ、これは白いのどうした？何やら床に緑色でねちょっとした液体が。スーパーなゾンビの秘密、手がかり、緑色の液体をつかんだ。うわ、何これ、キモいにゃん。他にも手がかりがないか、あとちょっと探してみようぜ。矢印に従っていきましょう。お、ありますね。床になんかあるにゃん。スーパーなゾンビで緑色の足跡をつかんだ。引きずってますね。なんかこの緑色のは、うむ、これは何者かの足跡みたいですね。何者かって誰の？もう少し探検してみようぜ。だんだん。お。このスーパーなんかおかしいぜ。緑の液体に足跡、あれは一体何なんだ？お客さんの落とし物ではないようですね、さすがに。緑色といえばゾンビ。ゾンビナイトに出てきたゾンビもそんな感じだったような。やっぱりこのスーパーには俺たち以外に誰かが。なんだこの音は。ねちゃねちゃ。なんだか人間の足音とはちょっと違いますね。それってまさか。あ。やっぱりゾンビだ。おい、とにかく逃げるぞ。入り口まで戻るんだ。とりあえずね、出よう。これなんだろう。お、はあはあ、いきなりびっくりしたな。なんですか、さっきのは。すごくキモかったにゃん。ゾンビだよ、ゾンビ。やっぱりゾンビはいたんだ。カズボー君の言っていたことは本当だったんですね。そして緑色の液体と足跡はゾンビのものだったってわけですか。お、緑色のゾンビを掴んだ。スーパーの秘密ね。問題はこれからあのゾンビたちをどうするかだな。ヘイボーイズ、お困りなら俺が力になってやるぜ。うわあ、ピーラビットが動いた。おいおいおい、そんなに驚くなよ、ブラザー。せっかくこの俺がゾンビたちの秘密を教えてやろうってのによ。ゾンビたちの秘密？ああ、このスーパーのバックヤード。つまり店員たちにしか入れないエリアにゾンビの秘密が隠されているぜ。で、ついでに言うと、そこに通じる鍵は俺が持ってるぜ。ついてるな。だったら早速その鍵を借りて。おっと、ストップストップ。誰を鍵をやるとは言ってないぜ。え、どういうこと？鍵が欲しけりゃスーパーから食い物を持ってきてほしいぜ。そうだな、例えば虹色ジェリービーンズとか。あ、そんなの自分で取りに行けばいいにゃん。ちっちっち、だってほら、俺はここから動けないんだぜ。目の前に何でもあるのに食べられない。俺ってかわいそうだろ。やれやれ、仕方ありませんね。カズボ君、スーパーから虹色ジェリービーンズを持ってきましょう。ということでね、持ってますね。持ってますね、確かね。持ってないか。あるんだけどな。待たせないのかな。スーパーの奥から持ってきてくれ。はい、ありました。カートに入れますか。はい。カートに入れなくていいのかな、これ。頼まれた商品をピーラビットに手渡した。頼まれてた食べ物持ってきたよ。おお、サンクス。でもな、まだ足りないぜ。え、どういうことですか。どういうことも何も、そのまんまの意味さ、ブラザー。お次はアボカドとキングサーモンを持ってきてほしいぜ。この2つをサラダにしたら最高に合うんだぜ。仕方ありません。スーパーの売り場に戻り、アボカドとキングサーモンを持っていきましょう。待て、なんか聞こえないか。くんくん、人間の匂いだ。人間どこだ。これはちょっとまずいな。
何あれ、なんか俺たちのこと探してるみたいだけど。し、静かにしろ。もしもあいつに見つかったら、ブルブルブル、やばいです。あんなの絶対やばいですって。できる限り見つからないように進んでいきましょう。なので、出よう。一回ね。はい、ということでね。まあ、中途半端になっちゃいましたけど、今回ここで終わりたいと思います。なんかとんでもないゾンビが出てきましたね。スーパーの店長だって。なのでね、次回は、そのバックヤードに行くために、アボカドとキングサーモンをあのゾンビから避けてね、行こうと思います。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。